まず、箕面グリーンロードの絵の、利用税導入にあたるかかる箕面市の、検討についてです。大阪府道路公社が運営している箕面グリーンロードへの利用税の導入について本日、箕面市の検討委員会が開催されます。第1回開催を前に大阪府として意見を申し上げますと、利用税の導入には反対の立場であります。平成21年1月から府と市が協力をして一般道から箕面グリーンロードへの交通転換を図るために通行料金の引き下げの社会実験に取り組んでいるところです。しかし市が利用税を導入すればその分値上げとなります。これにより一般道の渋滞を誘発する可能性もあります。また府は高速道路の耐距離性能を基本とした料金体系の統一に向けて箕面グリーンロードをネクスコ西日本への移管を目指しています。実現すれば特に大型車はほぼ半額になるなど利用料金の引き下げが見込まれますが、利用税が導入されると料金体系の統一が不可能となり移管に向けた協議に支障が出ます。箕面市や検討委員会に対しましては申し上げた影響や課題を十分理解をいただき慎重な検討を求めていきます。次に、障害者雇用の支援、についてです。9月は障害者雇用支援月間です。障害者雇用については法改正により平成30年4月から精神障害者が新たに法定雇用率の算定基礎に追加されるとともに法定雇用率も引き上げられることが決定しています。このため大阪府では、本月間において精神障害者の雇用促進に重点的に取り組んでいきます。9月の14日にはハートフル企業、検証の、表彰式を実施をいたします。精神障害者を長く雇用をされているアクテック株式会社を対象に選定をいたしました。表彰式では受賞企業の取り組みも紹介をいたします。9月の27日は企業を対象に精神障害者の雇用やメンタルヘルスをテーマとしたセミナーを塩野義製薬や損害保険ジャパン、日本興亜と連携をして開催します。ぜひご参加をしてください。ここからお願いします。次のご質問をお聞きしたいと思います。まずはこれに関しては内地の石川さんです。お願いします。9月から管理者がありまして、毎日新聞石川から最初に冒頭にもお願いいたします。障害者雇用支援月間についてですけども、この数字見ても分かるように企業における、精神障害者の雇用がなかなか進んでおりません。この背景について企業はどのような事情とか課題があるというふうにお考えになりますでしょうか。これやっぱり障害者の皆さんの給食の数は大幅に増加しているけれども勤続年数が短い、職場での障害の特性の理解が、進みにくかったり職場に定着してもらうためのサポートが十分ではないといった課題があります。そのために職場で、障害、の精神障害者をサポートをする方を養成する研修へ、パソコンを使って障害者の日々の状態を把握するシステムの導入に取り組んでいきたいと思っています。すみません。最初に障害者ではなくて精神障害者はということで。精神障害者。関連してもう一問お願いします。今回塩野義製薬さんと損保ジャパン、日本興亜さんと連携されているということですけれども、今回のこの連携によってどのようなことが実現できるというふうに期待されておりますでしょうか。まず府が開催するセミナーへの講師の派遣、アクセスの良いその会場の提供、関係者への、セミナーへの周知、啓発等に、ご協力をいただきたい。そのことで参加者が広がり、精神障害者の雇用促進につながることを期待をしています。今後も公民連携を進めながら、効果的な取り組みができるように検討していきたいと思います。どうもありがとうございます。それでは次の質問よろしくお願いいたします。
読売新聞のあのですよ、延命のグリーンロードの件なんですけども、率直に6月議会で、見直し議会で、この利用税の検討委員会の設置条例が可決された時の知事の受け止めとですね、あと今日その検討委員会が始まってしまうんですが、大阪府としてその取り得るアクションというのはどういうものがあるというのを考えたでしょうか。これはね、大阪府としては、要はハイウェイオーソリティ、要はネクスコ西日本にこの無理ミノグリーンロードを移管すること、距離別料金にすることを目指しています。そのことによって全体の、大阪のその高速道路を利用する全体の皆さんの負担軽減と、それからそのことによる経済効果が生まれるわけです。だから基本的にはネクスコ西日本とのこの絵の美濃グリーンロードの絵の移管できる形でなければ我々は了解するわけにはいきません。だから要はネクスコ西日本それから国ね、ミノグリーンロードに、地方の市町村税がかかるとネクスコ西日本と この交渉はこれできなくなります。受け付けてはくれません。それはネクスコにするとそのエリアその区間の道路だけは別の、その市の税が入って、料金に影響を及ぼすわけです。だからちょっと待ってよ。ただこれはもう市としての自主課税権もあるんでね、箕面市がそれを決められたときに、それをどういう対応するか、これを検討していかなければなりませんけど、今の時点でね、利用通行税については、大阪全体の成長を考えたとき、これちょっと、我々としては認められませんよ、いうことなんです。そのネクスコへの一般の手続きは辛抱強く続けていく方向ということでよろしいでしょうか。ネクスコ西日本とのいろんな交渉はね、今、この美濃グリーンロードの市の、この税がなければね、うまく順調に進むと思います。朝日新聞にあるので、箕面グリーンロードについて伺いますけれども、この市が主張しているですね、住宅による負担ですとか、生活への、そういった生活への影響といったところについて、実際じゃあどういうものがあり得るのかということでしたり、それが問題があるとしたら、じゃあ、ここで何ができるかということをなんか提示するようになったりするんでしょうか。これまで市とも話してきましたけれども、この箕面、グリーンロードというのは、大阪府が、この道路を作ったコストを考えて、料金を設定するわけですけれども、そもそも当初は普通車が620、軽自動車510という料金設定です。この料金があまりにもちょっと高額なために、箕面グリーンロードの距離ではなかなかこの道路の利用者が少なかった、だから周辺の渋滞緩和もできなかったし、この料金設定が高すぎたために、うまく黒字にならなかった。それで料金を下げて利用者を増やそうということを考えまして、普通車を410円、軽自動車を360円に下げた、こう社会実験になりました。その結果、利用台数が増えて黒字化になった。でここでさらにプラス大阪府と箕面市とかね、もう一段、社会実験やろうということで、箕面市がある程度負担をして定期、
有料道路定期券、まあ、正式には何て言うんだろう、有料道路定期券で、この料金にしたときに今先ほど申し上げた410円が、半額くらいかな、200円、それから軽自動車が180円、この程度ってました。ただそこまで下げても料台数についてはあまり、これは美濃市民の皆さんの定期券です、あまり変わりませんでした。結局その分で美濃グリーンロードの、売上が落ちて赤字に転落したということで、やはり全体のバランス、これは税も投入されているわけですから、バランスを考えれば普通車は410円、軽自動車は360円、この金額が、まあ、妥当なところだろうなと、考えて、も、今元へ戻してるわけです。でこれが今度ネクストと一体になると、この410円、360円はさらに、ネクストの距離別料金が適用されると、さらに、そこから下がることになります。全体の収益、ネクスト全体の収益考えますから、今のネクストの距離別料金制でいくと、この区間の料金、ただそれはまあ410円が380円か390円か、まあ、10円20円なんです。今美濃市と一緒にやってきたその半額までの、定期券のでの半額までのところ、美濃市民の皆さんのところまではこれはいきません。ただこれは社会実験として美濃市とやってきたものですから、まあそもそも美濃の希望に沿ってやってきたものですからね。でこれを美濃のその人たちのことだけでこの区間を、今の美濃市の社会実験の200円と180円とこれはちょっと理屈がいきませんから。だから我々は一番は、大阪の、区域全体、のこういう、高速道路ネットワークのさらなるサービス向上と、大阪の経済の成長のためのハイウェイオーソリティ、距離別料金を目指す中においては、美濃市さんの言う今の美濃市民が美濃市民の一部の人たちが利用されている定期券についてはこの時点、今回継続することはできないという判断をしたということです。さらに申し上げますと、この、物流事業者の皆さんはほぼ半額にまで、なると思います、ハイウェイオートリティ、ネクスト西日本と一体になり、距離別料金を導入することによって、これはもうやっぱり大阪全体の成長を考えるときはこの美濃グリーンロードのネクストへの移管はこれはもう僕は絶対必要だと思ってますんで、ぜひ美濃市長はその辺をご理解の上ですね、慎重なる対応をお願いします。でね、もっと言うと美濃市これ、そのことによってね、今回我々が作った美濃新橋の、こう住宅エリア、それから企業エリア、第三工区についてはほぼあと一つ残ってるかな、あと一つ残ってますけども、ほぼこれ第三工区すべて分譲の買い手がついてるということです。だからこれは大阪府、まあ、府民の税全体でやっている。でこれ美濃その買い手がつけばね、今度は美濃市に固定資産税は入るんです。民間の事業用地ですから、その辺も美濃 の、 皆さんには理解していただきたいなと思っています。以上。そうしますと、その工業団地1件で、まず、ビールの中身を積んでほしい
いやだからこれ大阪全体の成長のね、箕面のこの今まであくまで社会実験で半年主義だ、平均、これはあくまで社会実験なんでね、でもなかなかこれ箕面市長もね、一度料金下がったもうまあ少しまた戻るわけなんで、それはそのエリアの住民から見るとね、箕面市長のところに高速道路料金が上がるじゃないのという話になるんだけど、そもそものところからね、そもそも610円だったところ620円を410円にして、そこから特別の社会実験としてやったんで、そこはやっぱり、まあその地域の住民の皆さんに、理解いただけるように説明してもらいたいな。でそれこれがつながることによってね、箕面の箕面市民の含めあの周辺ねがと良くなりますから、実際良くなってきたんだから、そういうところも加味していただいて慎重な判断を求めたいと思ってます。渋滞の想定とか渋滞の対策とかまあ、今渋滞はね、この利用税を50円、例えば仮定して、税が入るなると、これはまず一つはこの状態ではネクスコ西日本への移管はできません。そのことによって、まあ利用者はお金減ります。値段上がるわけです。で利用者が減るということはその人たちは一般道へ降りるということで、国道173号、国道176号がこれが渋滞を誘発するというそういう、推計をこれは専門家として専門家の皆さんにしてもらっております。だからそういうこう目の前のね、やっぱり今までの経験の金額とちょっとそこを守りたい、その気持ちは分かるけど、そのことをすることによって箕面の周辺の道路の渋滞もこれまあ起こると予想はされるんで、ぜひですねこうそのあたりも考えていただいて判断をしていただきたいなと思います。ありがとうございます。同じくグリーンロードなんですけれども、箕面新町のお話出ましたが、利用税導入で箕面新町への影響というのを改めてどのお考えか教えていただけますでしょうか。箕面新町の皆さんも利用税を払わなければなりません。ただその利用税は箕面市に入るわけですから、あとは箕面市が箕面町の皆さんに何らかの補助をするか何かはあるかもしれませんけど、箕面町の皆さんも一旦は利用税を払わなければならないと思います。でこれちょっともう箕面町のみならずグリーンロードを使う人にみんなが利用税かかるんで、そのことにおいてね、その一部このグリーンロードの定期券を今購入されている方々だけでね、まあちょっとこう特別扱いされるっていうのはねちょっと違うんじゃないかな、僕はそう思ってるんですけど、まあでも箕面市長も苦しいとこだということは分かりますけど、この大きな目線でね、こう見ていただいて、このネクスコ西日本とハイウェイオートリティとして取別料金が導入されるこの効果というものもを丁寧に箕面市役所市長を説明して了解を得てもらいたい、もちろん我々も説明していきます。今市と一緒に行っている社会実験で何かもう、まあ、発議の反対の方が表明されたということで影響というのは何かありますでしょうか。影響、はい、社会実験 の、 別に反対は、まあ、社会実験して結果赤字だったということです、うん、別に影響は別にないんではないかなと思います。読売新聞の2人です。
矢吹記者の質問、ちょっと趣旨はかぶるんですけども、箕面市としてはグリーンロード関係なんですけども、箕面市としてはですね、その地元、まあ、主にはそのもちろん地元の人の利用量がつながるっていうのもあるとは思うんですが、第一的にはその箕面新町のあたりの、まあ、交通渋滞であるとか、環境の悪化っていうのを、まあ、主な理由として挙げてられると思うんですが、そういうこと、その辺りの地域の渋滞緩和策、アンダーパスができていないとか、環境が悪化するということが解決できれば、利用税の分離が解決したりするものではないんでしょうか。だから、例えば箕面新町周辺の交通渋滞対策ということであればね、これは、まあ、大阪府域全体でいろいろね、交差点改良だとか、道路拡幅だとか、やってるわけですから、そういうことは我々は十分話し合い、そういうテーブルにもつきます。ただ、まあこの今の、社会実験の定期券、高速道路定期券を維持するのが絶対条件と言われれば、これは大きな、何とも言いますけど、ネクスコとの統合に大きな支障を起こしますから、これはできないということです。わかりました。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、提言していただきます。